やりやがって。出ろ、奴らの大量だ。絶対に逃がすな。分かった。おい、一緒に来い。はっ。ちっ、まさかこんなことになるとは。いくら竜王者といえど、上海のことを構えるわけには。風龍様、危ない。何？取り押さえろ。くそ、離せ。上海の人間か。命が惜しければ今回の暴挙に及んだ理由を聞かせてもらおう。貴様ら竜王者が上海を狙ってると聞いたからだ。なんだ。死の黒毛竜だかなんだか知らねえが、成り上がりの青二歳に好き勝手されてたまるか。なるほど。命は助けると。これは白龍様を侮辱した罪だ。やめ。上海進出、そんなことを一体誰が。風龍様、白龍様がいらっしゃいました。風龍、どういうことだ。お騒がせして申し訳ありません。相手は上海ワンフェンの手の者と思われます。ワンフェン、あのグレートワンガか。どうやら何らかの誤解があるようです。全面抗争を避け、事態の収拾を図るのが得策かと。仕掛けてきたのは向こうだろう。上海を牛耳るワンファミリーとぶつかれば、こちらもただでは済みません。ここはぜひ話し合いで。言葉だけでお互いが分かり合えるのなら、こんなのりはしなくて済むのだろうな。それはどういう。手配は任せる。ただし話をするだろう。アクロン様。お待たせ、フォロン特製ホットレモネードだよ。ごめんなさい、フォロン。何謝ってんの。ほら、これを飲めば少しは元気も出るからね。うん。あ、もしかして苦かった。ちょっとだけ漢方薬が入ってるんだ。でも体にはいいんだよ。うん、ありがとう、フォロン。くるみのためだもん。何だってしてあげるよ。どうしたの。私ね、ハクロンさんに、私話したくなければ話さなくていいよ、フォロン。だけどこれだけは忘れないで。俺はクルミの味方だからね、どんなことがあっても。ありがとう。うん。ハクロンさんもフォロンみたいに優しかったら。優しいよ、それはクルミも知ってるでしょ。今はもうわからなくなっちゃった。あの優しい微笑みも、楽しく過ごした日々も、みんな遠い思い出になっちゃったような。そんな風に考えちゃダメだよ。アクロンさん、どこにいるんだろう。え、あ、今日は仕事があって。このレモネード美味しいね。